皆さんおはようございます。現在時刻朝の6時ちょっと過ぎです。寝癖ひどかったんでちょっとだけ直してきたんですけれども、今日は僕の朝ごはんだったり練習後に食べているお弁当の作り方、あとは練習に行くまでの流れなどを撮影していきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、というわけで朝の献立がこんな感じです。ザ和食って感じですよね。基本的に朝は和食が多いです。この日のメインはサバの塩焼き、あとは豚汁、卵焼き、納豆、副菜数種類という感じです。練習前にしっかり朝ごはんを食べることはとても重要なことです。ちなみにだいたい練習 2,3 時間前には食べるようにしています。こうすることで消化の時間を設け、練習の時には胃に食べ物が残っているという感覚はほぼなくなります。はい、ということで器を並べてみました。今日はここに盛り付けていこうと思います。早速作っていきましょう。まずは卵焼きから。卵焼きって美味しいですよね。今日は卵3つ使用していきます。3つといっても一度に食べきるわけではなく、だいたい1食あたり卵1個2個ぐらいを目安に食べていると思います。味付けはシンプルに砂糖と白だし、あとは少し水を加えることでふんわり仕上がります。砂糖は白砂糖は一切使わず、天才糖やきび砂糖などを使っています。基本的に精製された白い食べ物は栄養素が取り除かれ、 GI 値が高く太りやすい、または老けやすいとも言われています。少し意識してみるといいかもしれませんね。はい、ということで卵焼きうまく焼けるのか分かりませんが焼いていこうと思います。先に少々オリーブオイルを敷いておきます。卵は3回に分けて流し込んでいきます。まあ実際最初の方は失敗しても、最後3回目を包む時にうまくいけばどうにかなると思っています。はい、ということでここからは10倍速でお届けしていきます。ちなみにこの日はあまりうまくいかなかった日でした。とは言っても最後がうまくいけばどうにかなるはず。3回目も流し込んでいきます。失敗しないようにそーっとひっくり返していきます。カメラが回ってない時はうまくいくんだけどな、というものすごい言い訳を残しつつ、卵焼き完成しました。ちょっと失敗したんですけれども、こんな感じでひっくり返せばいい感じになります。完成した卵焼きをまな板に移して粗熱を取っておきます。ちなみに卵焼きは甘めの方が好きです。続いてそのままのフライパンでサバの塩焼きを焼いていきます。本当は塩を振ってそのまま置いておいたり、お湯をかけるなどして臭みを取ってあげた方がいいのは分かってるんですけれども、朝っていかに手間を省いて効率よく作るのかが大事だと思っているので、この日はそのままこんな感じで焼きました。ちなみに詳しいレシピは概要欄またはインスタグラムなどに載せています。というわけでサバの塩焼き完成しました。最後に粗熱の取れた卵焼きを切り分けていきます。ちなみに断面図はこんな感じ。それでは盛り付けていきましょう。卵焼きとサバの塩焼きしか作ってないんですけれども、前日の残り物や作り置きがあったので盛り付けるだけで完成します。ちなみに卵焼きの下には大葉を敷くと綺麗な見た目になります。一つは断面図を見せてあげることで立体感が出ました。こちらの器にはキャロットラペ、人参ってベータカロテンが豊富で栄養価が高い上に、何より色合いが綺麗で食卓が映えるので重宝しています。こちらも簡単で保存が効くとってもおすすめのレシピです。続いては前日の余り物の豚汁、たっぷり具沢山でとっても美味しいです。正直豚汁とご飯だけでも朝ごはんって成立しますよね。主食は玄米を食べていきます。温めた豚汁に七味唐辛子とネギをかけて完成です。本当に朝の和食って幸せですよね。玄米の上には刻んだ大葉とたくあん、そして梅干しを乗せていきます。大葉はこんな感じでいつも丸めてから薄く切るようにしています。たくあんも小さく切っていきます。たくあんってとってもご飯と合いますし、色合いも鮮やかな黄色で、献立に入れたりするととっても写真映えするので気に入っています。はい、こんな感じでご飯の上にたくあんを乗せて大葉を敷いて完成です。結構僕の朝食べている量って多く思われるかもしれないんですけれども、結構品目が多いので多く見られるだけで、量的にはそんなに多くないと思います。しっかりと並べることで見た目の満足感も得ることができ、食べ過ぎ防止につながるのかなと個人的には思ったりもします。はい、こんな感じで最後に梅干しを乗せてごまをかけたら完成です。これだけでただの玄米ご飯がとっても色鮮やかになりますよね。こんな感じでできたものから並べていきます。いつも床に並べて撮影をしてからテーブルに持っていくので二度手間になるんですけれども、それでもこの床がとっても気に入っているので、撮影をすると決めた日には床に置いて撮影をしてから食べるようにしています。最後にこの小鉢たちに副菜を並べて完成です。こちらは安定の庄屋さんのキムチ、新しく出たさつまいものキムチがとっても美味しかったです。ちなみにこちらはチームメイトの野沢陸選手にもらいました。後輩なんですけれども、僕の面倒見がよく本当にいろいろと感謝しています。真ん中には作り置きの紫キャベツのラペ、こちらも概要欄にレシピ載せますが、日持ちもしますし、何より色鮮やかでとっても献立が映えるのでおすすめです。あとは毎朝食べている納豆、この日はオクラ納豆にしてみました。納豆が栄養価が高いということはご存知かもしれませんが、質の良い5大栄養素が全て含まれているだけでなく、第6の栄養素と言われる食物繊維も豊富に含まれています。また発酵食品なので腸内環境改善にも役立つ、本当にスーパーフードです。ぜひ積極的に食べるようにしましょう。もう一つにはプラムを乗せて完成です。
はい、またこんな感じで並べて最後にサバの塩焼きを乗せれば完成します。並べるときに色合いを見ながら同じ色味が隣に来ないように考えながら並べています。赤、黄色、緑といった明るいビビッドな色合いのビタミンカラーを盛り込むことで本当に食卓が映えます。こちらの器、くすんだピンクの色合いがとっても好みです。サバの塩焼きは下に笹の葉を敷くだけで雰囲気がガラッと変わります。ちょっと気に入らなかったので笹の葉を反対にしてみました。はい、あとはサバを乗せれば完成です。いい感じのポジションが見つからずちょっと苦戦していますね。最後に宮崎県産の柑橘類ヘベスを乗せて完成しました。作り置きがあったおかげでだいたい 2,30 分で完成です。最後にバランスを調整していきます。献立写真も撮影するのでここがとっても重要だったりします。というわけで朝ごはん完成しました。色鮮やかでとっても健康的な和食献立になりました。見た目から満足感を得ることができますよね。もちろん栄養も大切ですが、見た目や味にこだわることで少しでも毎日の食事が楽しくなるような気がします。一日に数回必ず食べる食事だからこそ丁寧にしていくことが大事かなと思います。ということで撮影が終わってテーブルに一度移してから食べていきます。なるべく最初はスープや野菜から食べるようにしています。一般的には血糖値の上昇を抑えることができるとも言われていますね。なるべく時間に余裕を持ってゆっくり食べるようにしています。続いて食べ終わって7時半頃にお弁当を作っていきます。作るとは言っても基本的に作り置きを詰めるだけで簡単に済ませられるようなものにしています。ベビーリーフをまずたっぷり入れていきます。ベビーリーフやブロッコリースプラウトたくさん使うんですけれども非常に栄養価が高いのでおすすめです。そして前日に作っていた鶏胸肉のヤンニョムチキン、こちらもレシピ載せておきますが本当に美味しいです。ヤンニョムチキンって脂っこいイメージがあるかもしれないんですけれども高タンパクで低脂質、本当におすすめです。そして先ほど作った卵焼きも入れていきます。先ほど話した赤、黄色、緑を入れることによってお弁当が色鮮やかになる気がしますね。こんな感じでブロッコリースプラウトもたくさん入れていきます。ブロッコリーよりも栄養価が高いと言われています。そして紫キャベツのラペ、こちらお弁当の副菜にもとってもおすすめです。最後にヘベスを添えて完成しました。ドアップだとこんな感じです。こちらを練習後に食べていきます。洗い物をしたり少しゆっくりして8時半頃に出発します。基本的に私服で行ってクラブハウスで練習着に着替えます。ちょっとこのシーン撮るの憧れだったので撮影させてください。出発する時のドアをガチャって閉めるシーンちょっとやってみたかったんですよね。はい、ということで靴を履いて行ってきます。そして一度カメラを回収するためにまた戻ってきます。皆さんこの手間も踏まえて撮影してるって考えるとちょっと面白いですよね。というわけで10時からの練習に向けて向かっていきます。だいたい練習場まで30分ぐらいの道のりです。そして練習が終わって車の中でお弁当を食べていきます。感染症対策のため今クラブハウスでご飯が食べれないのでこんな感じで車で食べることが多いです。ここからは基本的にフリーで自分の時間になります。はい、ということでこの辺で終わります。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。